これはボンチャンサワット対ウリオスサクラ行ってみましょう。さあアジアリーグ一つ枠は一つ、そこに座れるの一人、そしてこの試合この組み合わせはリベンジマッチ。さあ前回トパンガリーグ第2期で屈辱の敗戦を喫したウリオサクラ、しかしあの時はすでにウリオサクラの敗退は決定していたような状況。今回の代表決定戦、意気込みは全然違うはず。本物のウリオサクラ、ザガット戦を見せてほしい。ルール的にもバイパーも使えるルールなんで、はい、ここも注目していきたいですね。そうですね、キャラ選択制ですが、サクラを選択。さあまずは1ラウンド目押しているのはウリオサクラ。さあ奥出せ腰入って、さあページを溜めながらきっちりととどめを刺す。さあこれでいい流れを作れるかウリオサクラ。試合は長期戦。さあ灰谷さん、このユースアリの長期戦というのは精神的にはやはり相当きますか。いやー集中力がとにかく、はい、そうなってしまうともう集中力の勝負になってくるんで、はい、やっぱりそれまでに絶対に勝負はつけておきたいですよね。なるほど、やっぱりあの1敗がかなり精神を左右するなんていうこともありますか。そうですね、そうなってくるともうどっちが先に折れるかっていう勝負に なるんで、はい、できればそれは避けたい、その前に決めたいってことです、ね、なるほど。となるとやはり1勝目は欲しいですよね。いや1勝目でだいぶやっぱ違うんで流れもあるんで。うわー送らせ1勝券、おっかしげだウリオサクラがやりに来ている。あ攻めのウリオ守りのボンちゃんっていう形ですね。そうですね、はい。さあ1試合目両者欲しかったであろう1試合目取ったのはウリオサクラ。さあここからボンちゃんはどのように動いていくか。さあコパンショット2位も打っていく、中距離厚い、ウリオは前に出る、投げてガード、先ほどは取ったあの攻め、ボンちゃんはガードしている。さあセミングしっかりショットを合わせて、しっかりしますね、してますね。さあ今度はさあサーカットに打たせた、しかしここもアパカで切り落とす。さあいいショット、はさあ今度はボンちゃんがいい流れ、おお超反応、当たる、当たっている、投げ勝つのはボンちゃん、それから中大 FC ハイレベルですね。いやこれかなり両者たけてますね。相当すごいですよ今のラウンドは、お互いのやり込みが見えたラウンドでしたね。そうですね、さあ展開も非常に早い。さあ桜落としになった、コマンドミスになったか。さあ画面端、さあウリオはここから置き手目、おおこれもガードするボンちゃん。さあそしてこの場合でショットを打つ、牽制を打つ、両者ウリオがどんどん前に出る。さあ中和ショットから中盤アパカまで、そして投げも一気にダメージを奪ったのはボンチャンサート。さあステハイ一戦からのショットを重ねて移動ショットも打つ、ウリオサクラのゲージがマックスなのが気になる。そして前に歩いてくる、打ってきた、取っている、ここはゲージはつかずウルコンを当てる、急敵ワード剣からのバックステイアパカー、ボンちゃんがしのいだ。ボンちゃんの守りはもう職人の域ですからね。そうですね、ここまでしっかりそのキャラ対策とかをできている人間ってやっぱすごい少ないと思うんで、はい、いやあの最後ウルコンからの攻めもかなり危険だったんですが、そうですね、台足一発でとどめましたね、はい、しっかりバックステして、はい、まあ、仕込みはあそこ一発食らっても知らないから、はい、っていう割り切りがちゃんとできてましたね。見えましたね、はい。さあ1-1となって両者どうするか、アパカ先端だが OK、 さあ条件も打つ、さあこの場合だがアパカが出る、そこからの2ゲージを使っていくか、ヨサクラも飛び落とす。さあここから EX アパカからウルコンは狙わず、さ
空中ヒットさせて守りの選択肢が絶妙ですね。そうですね、使い分けがしっかり読み合ってますね。さあボンちゃん、置き攻めに対してさくらの強力な置き攻めに対していろいろな防御テクニックを使って散らしていく。なかなか捉えさせない。さあ中継合戦、またもやこの距離、飛び際当たった、打ってガードよ、ガードは間に合え、赤がでも初期、ここから、ここはガード、さあ、ウヨサクラ、どこから来るか、さあ、打ち返すボンちゃんだが、さあ、またもや、戻ってきた、さあ、ウヨは飛びながら、しかもいいショット合わせてくる、受けてきたが、届かず、投げるラッペン、ボンちゃんが前に出る、そして、ウシキ置き攻めも相当仕上がってますね。仕上がってますね。さくらにその小足の持続重ねをすると、はい、何でも下げれるっていう状態に今なってたんで、はい、それを縦にいろいろ見せていくっていう感じで、ボンちゃんの置き攻め小足は詐欺小足、そうですね、出来技もガードできる小足の重ね方をしているボンちゃん、これで 2-1。 さあしかしここはセリング当たる、無料のチャンス、限定コンボ、さくら落としから、さあクレーム処理をしたがセビバクス、よく見えている。さあここからアパカセミだがセミで崩れている、無料のチャンスだね。さあウルコン敵は同系入って、この後が怖い、表ガードしているボンちゃん、さあしゃがんでよくだが、さあ遅らせの遅らせ、これは打たせた、おっと反撃ミス、ちょっと迷っちゃいましたね、痛い、迷ったが、ウルコン入れるかどうかっていうところだったんですよね。そうですね、ちょっとタイミング的にあれですかね、通り抜けちゃう可能性がウルコンはありますかね。そういうのもしかすると考慮したんかもしれないですね。あ、なるほど、まあ、今のどうそのミスを挽回できるかっていうところで、そうですね、さあミスにつけ込むことができるか、ウルサクラ、ね、ここでウルは流れ掴みたいですね、そうですね、このラウンドは取りたいですね。ここでウルが取るようなことがあれば試合が大きく動き出しそうな、そんな試合になった3試合目、4試合目、2-1という状況。さあ、詳しい、イークリップから、まだウルコンは使わない。さあ、置き攻めを選択、ポンちゃんは下がって、うわー、空中くらいから、おっと、これはミスアパパになった。さあ、ウルコンはあったか、さあ、ポンちゃんはダメが高かったか、さあ、置き攻めがあって、アパカが勝って、そして2位、削り取る。ボンちゃんのそのセットプレーに対するセビーバックステに1点読みで歩いて大パンチという選択を見せてきましたね、ウリョが。そうですね、今回はミスに終わってしまいましたけど、今のはプレッシャーかかりますよ。かかりますね。さあ上が飛ぶ、さあボンちゃんも気合で流れはやらないと時間を取ったものの、ウリョサクラはまだ止まらない、投げてダメージ、強度の時間、大パンチだ、補正が乗ってないので痛いが、もっとこれはミスになる、止まった、まだあるが投げていく、削り切れない、一瞬削って、 EX 条件、お見事。そろそろこのキャラ対策の域を超えて、はい、人対人のなんかぶつかり合いになってきましたね。なってきましたね。これで2人、さあ打ち合う、さあ6試合目にどちらが先に6勝目に到達するか、それが重要、いい位置をかけた方が打線有利なこのルール。さあ EX 条件、すごいね、決め打ちの形になった。さあボンちゃん押し置きして、さあだんだん両者角が太くなってくる、上はガードアッパーターからの2、しかし波動前に出てくることは合っている、アッパー対空、お見事。さあここもしゃがんで投げている、ボンちゃんスタート、さすがどうする、ウリョはこの劣勢どうする、2が飛んでくる、投げて、さあ桜ゲージ2本、前ダッシュにジャンプ台形、バッチリ噛み合う。ボンちゃんのその飛びに対するとっさの対空がしっかりしゃがんでから、はい、相手の高いジャンプ動きをすかして投げるっていうのが、これはすごいテクニックですね。すごいですね。あれもしかして春風脚だったらしゃがみから裏にアパカですかね。そうですね、そういう選択もできるんですね。
さあ恐るべしボンちゃんのこの屈伸、いやこれすごいですね、屈伸投げ対空、背が高いから特有の動きですね、とんでもない、おとんでもない対策を持ってきたボンちゃんスタート。さあここもすかして反撃、亀八待っていた、だが雨量がねじ込む。さあこの攻めもダイパン一発、さあ踏み込みダイパンもガードするか、投げを通す、さあ裏、いやうまい、持ち上げた雨量スタンさせている、シャガグラのタイミングを、はい、読んだんですね今のは。そうですね、さあボンちゃんのとんでもない防御、ウリョのとんでもない攻めが崩せるか否かというところ、ここまではゴムに見える。さあ両者2本取り合っての5試合目、1本ずつ最終ラウンドとなっている。さあショット打つ、ショットショット、上は通さない、ウリョ、さあアパカーセミスでハイからの表ガードしている、からタッチだ、さあそしてこの限定コンボからのフレーム初期ガードするボンちゃん、またもや屈伸、さあ早出し、うわー遅らせアパカーイーストラッシュ、しかしこれはカス当たりまだ残る、さあここからショット当たっている、さあ上はややのけとったが打っていった、さあこれは当たればといったところだ、ボンちゃんはガード、このボンちゃんのここまで細かな対策をしっかりするっていうのは本当全てのプレイヤーに見習ってほしいような姿勢です ね、 そうですね、あそこまでなかなかやっぱできないですよ、すごいですね。